れた。寝てたんかな。起きたの。外でね、水浴びとニコニコ、うん、おーちゃん、ここなんか来たな、なんかついてる、これこれあー、ほら、おこちゃん、おこちゃん母を起きるとこだったぜうん。うんち出た。うんち出たの。うん。食べる？食べる？もうこれ今日最後のご飯ね。うん。ごっくんしてないじゃん。うん。まだここ入ってるよ。うん。長いっぱい？いらない？食べんの？なんかもごもごしてるじゃん。静かになるから、うん、落ち着いた。わよいしょ。はい。あおちゃんあと5分、うん、ごっくんしてからちょうだいちょうだいして。うんした？うん。まだ口が入ってるんじゃない？ごくん。ごくん騒いでるだけで全然食べてないよね。感じではなく、うん。
つまいもとかバナナとかやっぱり人間の子供と同じで甘いものがね美味しいから、そういうものをあげるともう喜んで食べるので、そういうものばっかりあげて栄養が偏ってしまうっていうケースが多いので、うん、最初の一口目はとりあえずピンクで、うん、飲み込んでくれるので、うん、最初のご飯はねちょっと栄養満点にしておくといいですね。ね、なので朝のご飯は、うん、ちょっといろいろ入れてあります。で、あとは、うん、あまりあげないで空腹時間を増やして自分で食べ物に興味を持つように、あ、一人でね、ご飯を食べられるように、今は食べるものが口の中に勝手に入ってくると思ってるので、あ、そうじゃなくてね、自分でね、うん、ご飯取りに行かないと満足。もういいの？うんち、うんち、うん、出た、うん、出た、うん、ケロカあんま食べてないけど、どうですか？ケロくん出すね。飲んだ？どうした？うん、はい、うん、はい、というわけで今日もお天気がいいのでお外でね水浴びして日光浴で過ごそうと思います。はーい。